はい、よろしくお願いします。どうもハイチです。今回素敵なゲストに来ていただきましたので自己紹介の方よろしくお願いします。はい、ミュージシャンやっております多田慎也と申します。今日は本当お呼びいただいてありがとうございます。よろしくお願いします。多田慎也さん来たぞたぶんこれだけ映像を見てる方だと何の縁があってということもあるのでちょっとつながりを話させていただくと、先日ちょっとこのチャンネルでですね卒業ソングを投稿させていただきまして、それの作曲をしていただきました。でその縁をつないでくれたのが今カメラ外にいるんですけど、ボーカルを担当したともこがそこ座ってますので、今日3人でねちょっといろいろ話していけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします YouTube って出たことありますか？はい、自分で自覚してないですね、出たって。どっかで流れてそれが YouTube に上がってたっていうことはあるんですけど、今日 YouTube 出たなっていうとかそういうのはないですね。あ、初ですか？そのんですね。あ、そうなんですね。はい、初の意識です、まず。そんな貴重なところ、すいません、後ろでありがとうございます。楽しみですね。大学時代からずっと個別指導の塾講師をしてたんですよ。はい、だから同じ個別指導ですもんね。そうです、そうです。はい、ずっとそこで、まあ、バイトをしてて、はい、卒業の時にちょうど僕の時は就職なんで、かなり、はい、もう半分ぐらいは就職できない、半分できないならいいかと思って、そのままずっとフリーターという感じで、そうなんですね。はい、塾講師のアルバイトをずっとしてて、はい、結局8年ぐらいだったんですかね。そこで本当は先生になりたかったんですよ。そうなんですか？今から学校の先生になれるものならなりたいなと思ってたんですけど、はい、でもなんかなんて言うんでしょうね、こうやる気が届かなくて、そこまで勉強を今から始めようとか、はい、音楽はずっと小さい頃からやってて、でも自分なりたい職業は先生だったんですよね。それもいいなと思ってたんですけど、まあ、ある時進路指導してて、はい、夢とかあんだろうみたいな話をしたら、はい、あ、じゃあ先生の夢は先生だったんだねって言われて、僕は夢でやってたんじゃないかったから、それがわってなって、ちょっとごめん持ち帰り考えるって言って、でちょっと夢じゃなかった、これはやりたいことだけど夢ではなかった。でそこで気づいたんです、何やりたいかって。はい、本当は音楽やりたかったんだなと思って、ずっと逃げてたから、気づかせてくれて、はい、じゃあ僕も音楽頑張るから約束しようねみたいな感じで、はい、それで音楽を目指し出したって感じですね、本格的にって。それがいくつなんですか？それはもう26、7の頃ですかね。あ、そうなんですね。はい、自分その世界を知らないので、はい、目指そうと思ったらまず何をすればいいのかって想像もできないんですけど、まず何から始めたんですか？まず、まあ貯金がないとっていう感じで、まあすごい働いて、はい、当時50万ぐらいですかね、一生懸命貯めて、すごい何コマも入ってる。その50万を資金に、これで叶わなかったらやめよう、ギリギリテープから MD に変わる時代だったんですけど、デモテープを何百本も作って各メーカーに、ソニーならソニーに10本ずつ送るんですよ、同じ曲を。あ、そうですね。反則なんですけどね、反則なんですけど、でも担当の方お忙しいんで、多分その一回聞いてまた聞いても、多分その聞いた頃に忘れてるんで、数を打とうってことですよね。数を打とうってことで、でも全部その貯金は音源代と、音源を作るのに例えばプレイヤーとか一緒にやってもらったりとか、デモを作ってテープを作って何百本も作ったり、オーディションの写真撮ったりとか、そういうので全部消えてって、はいはいはい、それでその貯金が尽きかけた時に夢は叶うと思ったんですけど、実は叶わなくて、まあちらほらあのキープっていうか、いい曲書くねぐらいの連絡はあったんですけど、いざ仕事にまあなんなくて、でもう一回塾戻ったんですよ。あ、同じ塾じゃないんですけど、違う塾で同じ携帯の塾に戻って、やっぱり夢は叶うもんじゃないのかなっていうのを知ったし、不思議とでもそんな嫌な気持ちではなかったですけど、でバイトしてたらある日電話かかってきて、その時にバーッと送ってたやつの一本が嵐さんに決まったっていう。そうなんですか？それで結構時を置いて決まったっていうのが来て、で僕塾仕事中だったんで、確か面談中だったんですよ、お母さんと面談中リアルですね。はい、でなんか携帯に入ってて、はい、ってなって、ドッキリかと思って最初思いますよね。はい、それがどの曲なんですか？それがデビュー曲で、嵐さんのいつまでもっていうラブソースイートのカップ。そうなんですね。すごっスタート嵐の曲なんですか？1曲目はそうでしたね、ありがたいこと鳥肌やばそうですね。今ちょっと昔と、僕がデビューした頃とは業界のシステムも変わってるので、はい、昔は僕はレコード会社っていうところにデモをいっぱい送るっていう手法しかなかったんです。だけどでも今はもう自分で発信できる時代
なんで、うん、どん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 作ったらアップしてっていう、はい、本当にダイレクトに強化がされる世界じゃないですか、うん、ご存知ですか、ね、はい、だからなんかそこで良くないことも言われるかもしれないけど自信を持って何回もこう出してみるとか、はい、直接リスナーに出してた方がどっかにこう、ね、応募するっていうよりは、うん、はい、と思いますね。確かにもう会社にデモを送るっていうよりも、はい、お客さんにそのまま先に聞いてもらうことができますもん ね、うん、ね、今は、はい、今多田さんおっしゃったようにいいことばっかじゃないですけど ね、 そうですよね、きっとねきついことやれることもありますけど今それが多分一番早いですかね、はい、と思います。僕はロジックというソフトを使ってるんですけど本当にいろいろプロツールスとかあるので、はい、自分の使いやすいなと思ったソフトでどん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 作って、うん、いけばいいと思いますし、全然スマホとかでも今ガレージバンドっていうソフトが入ったりしてると割と曲作れちゃうんですよね。あ、そうなんですね、はい、で鼻歌もその場で撮ってとか、あんまりその音質にこだわらず、例えば後々リリースするときにちゃんとエンジニアとかが入ってっていうことをやればいいんで、まずは自分の気持ちとかを形にして一人にでも届けるっていう作業が大事なのかなと。あ、はい、ありがとうございます。ハイスさんは詩、はい、初めて書かれたんですか。歌の詩っていうものは初めて。そう、すごい、あれね、びっくりしてともさんに、はい、え、これ作詞家の詩だよって。いや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 、めちゃめちゃ今嬉しくて今鳥肌立ちましたけど、いや全然全然。そう言っていただけてありがとう。ここだけ切り取ってあるところ保存しておく。MV のお話ありましたけど、自分一個聞きたくて、はい、多分見ていただいたと思うんですけど、はいはい、感想を聞きたくって MV のまだあえて聞かないようにしていて、はい、なるほどなるほど。そうなんですよ、はい、どうだったんでしょうか。いやもうあの泣きました。あ、本当ですか、はい、細部は多分作り込んでいるんですけど、はい、でもなんかあえて作り込んでない感じの映像じゃなかったですか、はい、そうですね、はい、あとやっぱり何よりも今マスクでずっとそれで過ごしてきた学生さんたちの、はい、それでも人生を楽しもうと前向きにしてる、はい、リアルな学校というか、よくあの MV で学校を描写するときに、はい、そうなってないよって思うときあるんですよ、夢の世界っていうか、はい、ちょっと現実離れしたものがありますよね。本当リアルな学校だったと思って、はい、そう、これはなんかそのリアルさで泣けるっていうか、あの、はい、素敵な話っていうことで泣けるのではなくて、はい、リアルさで涙しました、ね、ありがとうございます、はい、PV 作ったチームともそこがすごい一番こだわってたところ で、はい、そのマスクつけるつけない一つとっても結構話し合いをしたんですよね、はいはい、でもそこはどうしても自分が譲れなくって、いつかコロナは収束してマスクをしない生活に戻るじゃないですか、はいはい、長く愛されるやっぱり曲であってほしいとは思ったんですけど、長く愛されることを考えるんであれば、うん、今を切り取ってない方がいいんじゃないかっていう意見もあったんですよね。でもやっぱりコロナがあったことは事実ですし、うん、これが収束しても絶対忘れちゃいけない期間だと思うんですよね。で、あとは今の子どもたちにとっては一度しかない高校生活はこれだったので、はい、なんかそれはちゃんと残してあげたい、うん、でそれに寄り添ったリアルなもののまんま応援してあげる曲にしたかったので、はい、マスクはつけてくださいっていう。そう、だからそこを今おっしゃっていただけたので、多分うちチーム全体で多分泣けます今自分の中やっぱり衝撃だった。スティールを作られてる多田さんじゃないですか。多分嵐好きからしたらもうスティールなんてもうド名曲なわけですよ。だってカップリングの中ではおそらく本当お差し続きで1位2位を取れる曲があのスティールだと思っていて、私も学生時代から何度聴いたかっていうぐらいにそう大好きな曲なんですけど、私スティールと田さん書かれた君の歌もすごい好き でどっちの話聞こうかなと思ったんですけどあの実はうちのマネージャー嵐ファンクラブ入るぐらい好きなんですよ、はい、ライブ行くぐらい好き でマネージャーがスティールでみたいなスティールも結構初期ですか、活動。そうですね、ですよね、時期的には、はい、初期でしたね。なんか誕生秘話じゃないですけど、はい、あれも話が来て作られたっていう感じじゃなくてまた送ってって感じなんですか。本当にがむしゃらに作ってたうちの一曲で、はい、当時やっぱりそのディレクターの方から、はい、あのメロディーを伝えるにはシンプルにした方がいいよって言って、僕しばらく弾き語り出したんですよ、うん、ピアノと歌だけで出したんです、ね、はい、そのうちの一曲なんですよ、ね、今はあのオケ、あの今ドラムとかベースとか全部つけて出すんですけど、うん、メロディーをが入ってこないから、はい、余計なことはしないでメロディーと、まあ、和音だけに集中して、はい、ピアノ弾き語りでいいからっていうアドバイスを受けて、それで何十曲も出したうちの一曲。
多分あれは一生語り継がれると思う。いや、お世辞抜きに、うんうん、でもボーカルが良かったですね。ボーカルでグッときて、はい、メンバーさんたち、あれはレコーディングやっぱりそこで一緒に、あ、いえいえ、もう提出したら曲は、まあ、そうなんですね、はい、でこれ今担当するアーティストさんもいらっしゃいますけど、はい、人によりあそうほとんど担当しないです。渡したら、あとは結構分業制というか、あそうなん、作詞家は作詞家、作曲家は作曲家、編曲は編曲家、うん、あそうなんだ、はい、いやーすげえなー今トレーニングとかしてる中で、はい、ある日突然目の色が変わったりするんですね。じゃあボーカルならボーカルの向き合い方、声の質からも変わってきちゃう。で塾講師時代もある日突然なんか急に勉強するようになって、うんうんうん、本当に目の色が変わる、はい、未だにそのメカニズムが分かってなくて、偶然変わったようにしか見えてないんですよ、未だに。あ、なるほど、はい、トレーニングはずっとしてたんですけど、はい、何の言葉で変わったかも分かんないし、うんうん、何かがあったのかも大きなことはなさそうだし、それって何かあるんですかね、あったって変わってるのか。そうですね、でも自分の中ではきっかけはきっとあると思っていて、はい、ただ変わったなって思ってもすぐには声をかけないっていうのが自分のルールで。そうなんですか。なんですよね。なんですか、なんですか。変わってて、それを、まあ、自覚してる場合もあれば無自覚もあると思うんですけど、はい、自覚してる場合にこっちから何かあったのっていう指すのってちょっと野暮だと思ってて、あとタイミングがちょっと自分の中で違うんですよね。なるほど。で言葉がちょっと悪いですけど、多少そのまま泳がせてこっちも普段通り接していく、はいはいはい、でその子にとってもそのやる気スイッチが入った ナチュラルモードまでいくぐらいちょっと時間が経過した時に、てかさっていう風に遡って話を振る方が本人の中でも気持ちが整理してるかなと思っていて、言語化もしやすくなってる時の方が本心が出てきやすいっていうのが私の持論なんですよね。なので結構そのまま普通に対応して、ちょっと時間が経ってから話を聞くというか話題に出すっていうのはよく子供たちにはやってましたね。これはメモだっていうのもすぐ話聞きたくなるじゃないですか、正直、はいはい、でももし本人が言いたかったら言ってくると思ってて、すぐ変わった瞬間にこんなことがあったんだよ、はいはい、でもそれは言ってこないっていうことは、はい、今はちょっと触れないでっていう状態なのかなっていう私の解釈なんですよね。僕多分すぐ言っちゃうんですよね、なんかあったねとか、あ今いい感じだねとか気づいた時に言っちゃうんで、そっか、ちょっと様子を見よう。あでもなんか褒め言葉言うと思います。いい感じだねとか、はい、今日なんかすげえいい目してるじゃん、はい、とか言います、はい、でも何かあったのは聞かないっていう。なるほど、なるほど。あ、そういうこと、ね、あ褒め言葉としてはもう全然言っちゃっていいと思います。ステージに立ってるのはやっぱ本人たちで、はい、最後は一人の子を戦場に送り出さなきゃいけないんで、いくら分かりやすくとかコツを教えたとしても、はい、最後の戦いはステージでお客さん目の前にして、うん、まあちょっとこういう状況なんであるんですけど、はい、そういう最後の勝負に勝てるっていうのはすごい強さだと思うんですよね。受験が一人なように、そう似てますね、はい、あんまりガーって言う方ではないんですけど、はい、でも教えたいのは強さなんですよね。なんか一人乗り越えていく強さ、はい、でライブなんて看護さんも思ってらっしゃると思うんですけど、何が起こるか分かんないところで、はい、急にマイクが入らなくなるとか、急にフラッとすることもあるんですよ、緊張とかね、はい、そういう時に対応できる音程がちゃんと取れるのかとか、その辺って本当強くないといけないので、そこを伝えていきたいっていうのがポリシーというか伝えたいことではあるんですけど、タラさんが思う強さで構わないので、はい、このアーティストはそういった意味でやっぱ強いなって思ったアーティストの方とかいらっしゃいます？あ、直接っていうことではなく、ライブを見させてもらってとかだと、はい、やっぱりジャニーズのアーティストさんはみんなすごくエンターテインメント性が高いなと思ってて、楽しませることを第一に考えてるんで、ライブ見させてもらっても、はい、飽きるところは一個もないんですよ。確かに、うん、多分あの大掛かりなライブの中トラブルは多分連発してると思うんですよね、はい、それなのに何も動じてないって、うんうん、トークも続けて歌も歌ってダンスもあるじゃないですか、うん、ハートが強いなっていうのは、あ、なるほど、日本のエンターテインメントのトップ、あ、そうなんですね、と僕は思ってますね。自分あんまりこうライブとかもライブ DVD とかも買わないんですけど、はい、やっぱり嵐は全部見るので、はい、その話をこの知人にした時に、あの嵐のライブに関しては頂上のトップだから、はい、本当に完成されたものだからっていうのを今聞いてて思い出しました、うん、もう狂気なぐらいですね、狂気なぐらい楽しいですね、うん、ここまで楽しませるっていう、うん、極端な話、自分で関わらせてもらった曲が流れるじゃないですか。そうですね、はい、その時気づかないぐらいなんですよ。あ、なんか楽しんでて入り込んでて、あ、これあれだ、作詞
それすごいですね。そこまでいけるとそれぐらい、まあ、いろんな人の思いと、まあ、準備もそうですけど、うん、っていうものがこう形になっているってことですもんね。ずっと聞けるわ。将来の夢は叶ったかどうかが測ることができないものなんですけど、はい、塾ってやっぱお金かかるじゃないですか、はい、教育ってお金をかけてなんぼってずっとなってたものなんですけど、はい、お金をかけなくても学ぶことができるっていう選択肢が日本で当たり前になる。お前どこの塾行ってるのとか、ママ友同士があそこの塾どうなのの会話は多分普通なんですよ、はい、でもまだ誰の動画で理科勉強してるのは多分不自然なんですよ、はい、それが子供たちとかママ友の間で普通の会話として出るようになったら多分自分の夢は叶ったとこだと思ってます。なるほど、はい、多田さんに返してもいいですか。はい、僕は、まあ、選挙ですね、はい、選挙をこのように残すっていうことだけですね。でも選挙区ってすごいですよね。それができたらもういつ死んでもいいかなっていう。その先はもう余生やから、その先考えます。自分その先考えてないよね、それ叶ったとって。叶った時か叶いそうになった時に考えればいいかなっていうタイプなんですよね。自分は人生の中で間に合うかどうかも分からないんですけど私の場合。他になんかやってみたいことってあるんですか、さ今曲を作るってこと以外で。そうですね、やっぱり教育系っていうのはすごく興味あって、はい、一見ちょっと離れた世界だと思うんですけど、はい、すごい似てるところあると思うんですよ、その教育と音楽、うん、はい、音楽でできる癒しみたいなものって、うん、少しずつ研究も進んでるみたいなね、はい、どの周波数がいいとか、ありますよね、眠れたりとか集中できたりとか、はい、それを教育とコラボしていったりとか、うんうん、この周波数を流しておけば集中力が高まるかもしれないとかいうのもしあればご相談したいですし、うん、なんかそういうふうにコラボレーションしていけたら嬉しいなっていうのはありますね。多田さんって柔軟ですよね、すごい。多分芯は強いと思うんですよ。多分自分はもうこうっていうのは結構固いと思うんですけど、はいはい、でもじゃあ全てのことにおいて俺はもうこうだからそれは関係ないっていうのはあんまないかなと思ってて、はい、いろんなことにきっと学びはあるし、うんうんうん、いろんなことが自分のこう糧になるんだろうなっていう姿勢がなんか話してすごい感じるんですか。ですよね。じゃあ最後ともこさんまとめお願いします。というわけでというわけでじゃあなんかこの動画を見てくれてる皆さんにそれぞれメッセージをお願いします。これ俺いらなくないから。じゃあ、ね、今日は次の番組にお呼びいただいてありがとうございます。でも本当にすごく勉強になりましたし、思ってた通りの画面で見る通りの方だったので、こんなにまっすぐに正直にそして熱く情報とか信念とか発信している人がいるんだなっていうのを本当に改めて感銘を受けました。これからもいろいろ聞くことたくさんあると思うんですけど、また何かでコラボできたらと思いますし、声優コラボの方もとかでまたご一緒できたら嬉しいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回ゲストは多田慎也さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ともこもありがとう。ありがとうございました。